直伝稲妻どんどんパン、韓国講座稲妻感動レベルのかっこよさ、炎ナンバーアンダーライン愛の丁寧な指導で稲妻ダンスをマスターしよう。翔くんの輝くような笑顔や、冗談のダンスの一瞬がカメラに捉えられた瞬間、ファンはその光景を忘れられないものとして心に刻みます。そしてその一つ一つの瞬間が、ファンにとっては特別な意味を持ち、その思い出が何度も繰り返し語られるのです。 稲妻どんどんパンという印象的な振り付けの教え方は、INZM のパフォーマンス全体のユニークさと力強さを象徴しています。翔くんが振り付けを教える瞬間、それはまるでアートのようなものです。彼が、どんどん、パンといった擬音を使いながら、楽しげにリズムを刻む様子は、ただのダンスの指導ではありません。それは彼の情熱と創造性が光る一瞬であり、 彼自身が持つ特別な世界観を他者に伝えようとする試みでもあります。ダンスにおける振り付け指導は、単に技術を教えるだけではなく、表現の幅を広げるためのツールとしても機能します。そして、その教え方自体が、彼の人柄やエネルギーを如実に反映しているのです。ダンスの振り付けは、時には難解であり、特にグループダンスとなると、一致団結しなければその美しさや迫力が伝わりません。 しかし、翔くんが振り付けを指導する場面を見ていると、彼の教え方には独自の魅力があります。彼は技術的な細かい指示をするというよりも、感覚的な表現を使い、まるで遊び心を持ってリードしているかのようです。どんどん、パンというシンプルな音は、まさにその一例であり、言葉を超えた直感的なコミュニケーションがそこに存在しているように感じられます。このアプローチは、 ただの反復的な練習から脱却し、ダンスをもっと感情豊かなものに変える力があります。しかし、翔くんの教え方は一見簡単そうに見えても、そこには深い洞察力が隠されています。ダンスは体の動きだけではなく、その動きをどのように感情と結びつけるかが重要です。翔くんが振り付けを教える際、彼は言葉だけでなく、自分自身が全身を使ってその動きを示します。これにより、 ダンサーたちは彼のエネルギーやリズムを肌で感じ取り、ただ動きを模倣するだけでなく、その動きをどう表現すべきかを学んでいるのです。彼の身体から放たれるリズムや勢いは、まるで目に見えない何かが踊り手に伝播していくかのようで、見ているものも自然とその魅力に引き込まれてしまいます。振り付けを教えるという行為自体が、アーティストにとって一つの表現の手段であり、単なる技術指導を超えたものです。翔くんが、 どんどん、パンといった擬音を使うことで、彼は音やリズムを視覚化し、踊り手たちにそれを感じさせようとしています。これは、言葉では伝えきれないニュアンスや細部を、音のリズムに託しているとも言えるでしょう。このような音を使った指導法は、感覚的にダンスを理解するための非常に有効な手段であり、技術的な説明を超えて、踊り手がその動きを体で覚えるための助けとなります。 ここで一つ考えさせられるのは、ダンスの指導において言葉の限界とその可能性です。言葉を使って振り付けを教える場合、どうしても技術的な側面に焦点が当たりがちです。しかし、将君のように音やリズムを使って感覚的に伝えることで、踊り手はより自由に、より直感的に動きを感じることができるのではないでしょうか。この指導法は、彼の創造的な才能だけでなく、 ダンスに対する深い理解と愛情をも表しています。翔くんがダンスを教える瞬間、そこには一体感と楽しさがあふれています。そして、彼がダンサーたちと共に振り付けを作り上げる過程そのものが、アーティストとしての成長や新しい発見を促す場になっています。例えば、彼がある動きを教えた際、それが予想以上に難しいと感じたとしても、その瞬間に新しい解決策やアプローチを見つけ出し、 それを共有することで、踊り手たちはその場で学び、成長していくのです。このような即興的なアプローチは、彼が持つ柔軟な思考と想像力を反映しており、その場にいる全員が一緒に新しい挑戦を楽しんでいるのが伝わります。さらに、将軍の振り付け指導には、彼の人間性や優しさがにじみ出ています。彼は自分だけがうまく踊るのではなく、 チーム全体が一つになって完璧なパフォーマンスを目指す姿勢を大切にしています。彼が振り付けを教える際には、誰一人取り残されることなく、全員が同じ目標に向かって進んでいけるよう、細かいところまで目を配っています。例えば、メンバーの一人が動きをなかなか覚えられない場合でも、彼はその人に対して根気強く、そして優しく教え続けるのです。この姿勢は、ダンスがただの技術ではなく、 人と人をつなげるコミュニケーションの手段であることを示しています。もちろん、翔くの振り付け教え方のユニークさは彼の人柄だけでなく、彼が持つプロフェッショナリズムにも大きく関わっています。彼は自分の役割をしっかりと理解し、指導する際にもそのプロ意識を忘れません。だからこそ、彼の指導は常に的確であり、ダンサーたちがすぐに動きを習得できるように工夫されています。 それでも彼の教え方は決して厳格すぎず、柔軟性と遊び心が感じられるのが魅力です。彼が指導する瞬間は、まるで彼自身が楽しんでいるかのようで、その楽しさが自然と他のメンバーにも伝わり、ダンスの練習自体が楽しいものになるのです。振り返ってみると、翔くんが振り付けを教える瞬間は、ただの指導以上のものがあります。それは、 彼が自分の創造的なエネルギーを他のメンバーに共有し、一緒に新しいものを作り上げていく過程そのものが、アートであり、表現であり、チーム全体を結びつける力となっています。彼のユニークな教え方は、言葉を超えたコミュニケーションの一形態であり、踊り手たちが感情やリズムを体で感じながら踊るためのガイドラインを提供しているのです。最後に、彼の振付指導を見ていると、 そこには多くの可能性が秘められていることに気づかされます。彼が音やリズムを使って指導する方法は、単なるダンスの指導にとどまらず、アーティストとしての自己表現や他者とのコミュニケーションの新しい形を提案しています。このような振り付けの教え方は、ダンスだけでなく、他の表現形式にも応用できるかもしれません。翔く君の指導法は、ダンサーたちにとって技術を学ぶだけでなく、 感情やリズムを感じながら踊る喜びを教える場でもあるのですそしてその喜びこそが彼のダンス指導の核心にあるものなのかもしれません翔くんの振付指導の核心にあるのは単なる技術的な習得だけでなく踊ることそのものに対する喜びと自由な表現への招待です彼の教え方はダンサーたちに感覚的な世界を開かせそこに身を任せて自分自身を解き放つ機会を与えています 彼が擬音を用いて振り付けを教えるスタイルは、一見シンプルで遊び心があるように見えますが、その背後には、感じることへの強いこだわりがあるのです。音のリズムに身を委ねることで、踊り手たちは身体の感覚に集中し、より自然な動きを引き出すことができます。こうしたアプローチは、ただ動きを正確に行うことよりも、その動きに命を吹き込むことを目指していると感じられます。また、 彼の指導において注目すべき点は、メンバー同士の信頼関係と相互作用が重要視されていることです。グループダンスでは、各個人が自分の役割を全うしながら、全体として一つの流れを生み出す必要があります。翔くんは、振り付けを教える際にこのバランスをうまく取りながら、一人一人の強みを引き出しているように感じます。例えば、あるメンバーが技術的に優れている部分を強調しつつ、 他のメンバーがそこから学び、共に成長していける環境を作り出すのです。これは単なるリーダーシップだけでなく、彼がチーム全体を見渡し、全員が一体感を持って踊れるように心を配っている証です。振り付けを通して表現されるチームワークの美しさは、彼らが一つの目標に向かって進む過程そのものに現れます。それぞれのメンバーが異なる個性を持ちながらも、振り付けによって一つのストーリーを紡ぎ出すことで、 観客に対して強烈な印象を翔くんの指導は、技術だけでなく感情や意図を共有し、ダンサーたちがその瞬間を心から楽しみ、表現することを大切にしています。その結果、パフォーマンス全体が一体感を持ち、より豊かなものになっていくのです。さらに、翔くんの振り付け指導には、彼自身の成長が映し出されているとも言えるでしょう。彼がキャリアを積む中で、 様々な経経験験やや挑戦をを通じててて自自分自身を高めてきたようににその経験が振り付け指導方法にも反映されています例えば、以前は自身のパフォーマンスに集中していたかもしれませんが、今では他のメンバーに対しても細やかな指導を行い、全員が最高のパフォーマンスを発揮できるように導いています。彼の成長が、ダンサーたちにとっても大きなインスピレーションとなり、全員が共に進化していけるような場を作り上げているのです。 ここで一つの問いが浮かび上がります。翔くんのように、感覚的かつ直感的な指導方法は、技術的な指導とどのように補完し合うのでしょうか。彼の教え方は一見してリラックスしているように見える一方で、実は非常に高度な技術と経験に裏打ちされています。擬音を使った指導は、遊び心を感じさせながらも、実際には細かなニュアンスを伝えるための強力なツールです。 踊り手たちがそのリズムに身を任せることで、より自然で流れるような動きを習得できるのです。このような直感的なアプローチは、特に感性が鋭いダンサーたちにとっては非常に有効であり、技術的な指導と組み合わせることで、より高度なパフォーマンスが可能になるのではないでしょうか。振り付けの指導は、翔くんにとっても自己表現の一部であり、彼がダンサーとして、 また一人のアーティストとしてどのように進化してきたのかを垣間見ることができます。彼が、どんどん、パンという音を使いながら振り付けを教える姿は、彼の純粋な情熱とクリエイティブな思考の表れであり、その瞬間瞬間に新しいアイデアや感情を盛り込む力強さがあります。これにより、彼の振り付けは常に進化し続け、同じ動きでも毎回新鮮な感覚を与えることができるのです。この進化は、 彼が常に新しい挑戦を求め、自己を高め続けている証拠でもあります。